松山宗安から1919 19年12月12日は、紀州藩出身の幕末、明治の日本の医師、大学登校大教授。慶応義塾医学所校長。東京寺系会医科大学創立者。署名は金。宗安は名で、字は、公、合派生で、御事と者と称した。紀の国長郡神田村で、医師、松山翔太郎の四、男として生まれた。 兄は、乱法医、新宮両邸の養子鈴助。縦分けを許されていた、藩士で、浜口五領とともに、福沢諭吉を六千国で、紀州藩に招兵しようと企てたが拒否されたため、紀州和歌山藩の先罰留学生として、江戸の慶應義塾に派遣される。紀州藩士の慶應義塾留学に重要な役割を果たしたと言われる、山口良造が、同門にいる。 弾学を治めた後、慶応義塾へ入学、英学を治めた。1871年大学登校の助教に就任、後大教授となった。日本国際書の英語医学書の翻訳出版など、多くの書物を残す。宗案は、死の命によって、慶応義塾の規則書を手本にして、奏功を作り、福沢諭吉はこれに手を加えた。 1873年から1880年の間、慶応義塾医学所の校長。その間、1875年3年に医局を開いた。1886年東京医学会を起こし、その後、協立委員を設立。1891年東京事系医大を設立した。上記以外の宗念案の実席としては、松山病院を創立したことや東京医学会。 政意会、大日本私立衛生会の設立に尽力したことが挙げられる。松山宗安の四女、都市は岩崎八太郎の三男、孔渡るに嫁いだ。そのため松山家は三菱財閥の創業者一族、岩崎家と隕石関係で結ばれることになった。杉本はじめの妻、若子や勝田正幸の妻、鈴子は宗安の孫娘で、 鎮西清隆の妻、百合子や、地球科学者の岩崎康史 A、児童文学作家の勝田し子は、宗安の彦にあたる。勝田正幸は、勝田和江のおいで、杉本はじめは、小川平吉の長男、一平の義弟である。そのため松山家は、岩崎家を通じて、勝田家や杉本家と、隕石関係でつながっている。一方、岩崎康史 A、鎮西ゆり子兄弟の母、 すなわち、宗ねあの孫の妻、さえこは、さかいただかの次女であるが、さえこの妹、としが、住友元もにとついでいるため、松山家は、岩崎や、さか家を通じて、住友財閥の創業者一族、住友家とも、隕石関係を持った。また、住友元もの名が、安んざ雄の次男、直行にとつぎ、直行の兄すなわち、ま雄の長男、た行が上皇号。 み智子の妹、恵美子をめとったため、松山家は、岩崎や、堺や、住友や、安西や、長田家を通じて、皇室の経類となった。なお、宗安の名、さゆりは、官僚の騎馬庭長についでいる。さゆりの父、新宮良介は、宗安の長兄である。さゆりの兄に、新宮良縁。ありがとうございます。